ヴィーナスライン観光道路とは、産業利用ではなく、観光が主な建設目的の道路。1962年総理府発行の観光便乱によれば、戦災復興期に日本は、早くから観光事業に取り組み、その中で観光道路の整備が検討された。池上広史、観光道路とパークウェイによると、道路運送法による自動車専用道路については100%。 観光道路であるとされている。このことから、観光道路は、道路運送法による、一般自動車道を指すものとされる。観光道路の語は、加藤正平、観光道路の整備に関する位置考察、造園雑誌、1937、ピアニッシも98から102で、言葉が導入された戦前期に、欧米のパークウェイに倣って概念が定義されていたとしている。その後、 加藤清平鈴木忠義、観光道路によると、戦後になって交通流や風地の観点から観光道路の条件が言及されている。鈴木忠義、環境と自動車観光道路のあり方によると、70年代になると開発において、地域の住民や資源からの考察が必要とされるようになった。このように当初は輸入された概念であった観光道路は、 日本の実情に合わせて変化した。これまで日本では観光事業審議会と観光政策審議会において観光道路が検討されている。観光事業審議会は昭和23年に行政官庁法に基づいて設置された機関であり、観光事業に関する基本計画等を審議していた。その後1963年に観光基本法の制定により、 観光事業審議会は廃止され、観光政策審議会に変わった。前者では、総理府、観光行政100年と観光政策審議会30年の、歩みによると1952年から1956年の、県議で、観光道路整備の必要性を勧告したものの、実現せず、以降は、校舎でも言及されなかった。また、道路法における観光に関する記述は、 1919年の旧道路法では言及はないものの、同年の自動車交通事業法で有料の一般自動車道の新設が許可された。戦後になると、1952年の道路法改正にて初めて観光に触れられ、以降変わらず記述が残っている。また、1959年には道路整備5カ年計画で観光道路整備が目標に掲げられ、 道路政策に観光道路が組み込まれ、同年の道路法改正で有料の自動車、専用道路の仕組みも整う。さらに自動車交通事業法の流れを組む道路運送法において、一般自動車道の仕組みが整えられ、営利事業を行う指導としての有料道路整備が始まった。これが、ほぼ観光道路のみに用いられるようになった。ありがとうございます。